風の治りが悪いとねほんと年取ったなって感じるんですよまあいろんな場面で感じることはあるんですがえなかなかね咳が治らず今回の授業も咳込むと思うんですがご容赦くださいということで今回は高校受験対策の図形シリーズ第26弾やっていきましょうで今回はこの問題やっていきますのでまず一回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょうちょっと下げますねでちなみにまあその年取った時みたいな話をしましたけどこの動画に関してもちょっと NG が何回かあって結構何回か同じの撮ってるんですよ今。でやっぱりね授業動画って結構声を張るので一回撮るとね喉がまあ何だろ疲弊するというかそうだどん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 こう声が枯れてって余計にこうせき込むかもしれないんですが。 お許しください,、はい。ということでね、いきます。で、今回2問あるんですが、まず、数学が苦手な方、まあ、ちょっとね、えっ、ー、と、あんまりこう、得点取れないよとかで悩んでる方なんかは、1番は確認してください。今できなくてもいいです。今回できなかったも構わない。気にしなくていいから、この説明を聞いて、1番だけは必ずできるようにしましょう。で、2番は、 結構難易度が高いと個人的には思っているので、そこの判断は任せます。得点源にしたい方は必ずチェックして、自分でね、自分で解けるようにしてください。解説を聞いて分かったじゃなくてね、やり直しも必ずやっていきましょう。で、まず1番はですね、まあこ、ここれ1番用の青の方使っていくんですが、OA o,、OB、OC に DEF を取りますと。で、比が1対2なの全部。1対2。つまり、上から1対の場所に D、これ1対2ね。 上から一体の場所に e 一体の場所に F とちょっとここあの後は書いてないですけど、まあ、こうやって、えっと、取りますとでここでこの立体を切りましょうとこれもともと正四面体ね青の OABC 正四面体つまり全部の辺の長さが同じ全部の面が正三角形ですまあ綺麗なまな、あ、立体ってこと正四面正がついてるからねでここで切ったと これ、1対2で全部切ってるから、当然、ごめん、切ったとこの上の部分、この上ね、この部分も正四面体になります。全部綺麗に切ってるから、1対2でね。で、今何をやってるかっていうと、こう分けた時の頂点 A を含む立体の体積。これは今ここで切ったら上とさ、下に分かれるでしょ上の尖ってる部分と下の土台の部分が。で、A を含むっていうのは土台の方です。つまり、下の この部分の体積は正四面体 OABC つまり全体ね全体の青の体積の何倍ですかとちょっ書いておきますこの青のあ赤の下ねこの土台の部分はよいしょ全体ねちょっ全体って書いちゃうけど全体のえ何倍ですかと ここれれが1番でで聞かれてることですちょっとわざわざこれを書いた理由は後ほど言いますまあ、ひとまずさこの赤の部分出さなきゃ意味ないとね先に進めないから出しに行きますとでこう分けた時って、まあ、上の尖ってる部分と土台ができるわけですけどやっぱり尖ってる方が出しやすいです当然だからこれも尖ってる方から出します尖上の部分ねで上の部分っていうのはさっきも言ったように綺麗に1対2で切ってるから上も静止面体 下の青も、下とかね、全体の青も正四面体。つまり掃除です。尖ってる部分と青は掃除になってる。じゃあ、その掃除比を考えましょうと。掃除だからね。で、今、掃除比は何かっていうと、上の尖ってる部分は1じゃないですか。こ,こ、ここの辺考えたら1だよね。で、青は全体を考えるから2じゃなくて3ね。1対2で合わせて3になってるから。 つまり今この掃除比っていうのは1対3になってます。で今体積考えるんだよね。赤の部分の体積は全体の体積の何倍って考えてるからじゃあ体積が欲しい。じゃあ掃除比から体積比を考えましょうと。体積比。体積比っていうのは掃除比をそれぞれ3乗します。3乗。1の3乗は1です。3の3乗は27です。つまりこうなります。 これは何を言ってるかっていうと、赤の上の部分ね、この尖ってる、ちょこんってしてるところ。よいしょ。これが1。で、青の大きい、まあもともとのね、OABC。これが27ですよって言ってるの。比で,で考えると。ってことは 上が1、全体27ね。上が1ってことは、今出したかったこの下の部分は27から1引いて26って考えれますよね。比でやると。いいで、今下が26です。で、全体は27です。比の話だけど。でも同じでか比で考えてるからまあ式にしちゃいます。で、そのままぶち込むと26は27、全体27だからね。 26は27の何倍ですかって聞かれてるわけ26は27の何倍ってでねこれ小学校の時にやってるんですよこれ日のところで結構もにが苦手な子が多いんでねほにゃららはほにゃららの何倍って聞かれたらまあこんなことやんなくてもって思うかもしんないけどもったいないからさ見するとこうね2 6二2 7をやってくださいでこれはもちろん分数にするから割り算2 6二2 7って順番だったらこうね分数は。 こうだから答えは27分の26倍とこれで終了になりますもしあのこういう問題じゃなくてもね「ほにゃららはほにゃららの何倍?」って聞かれるのはよく出てきます入試とかでも。その時に大体が整数にならならいのだってみんなさ「10は2の何倍?」って聞かれたら「え5」って分かる子が多いと思うんだよね。 でも、26は27の何倍って聞かれると、うんってなる子が出てくるわけ。で、そうなったら、こうね、わかりやすい数字で考えればいい。自分で一回問題置き換えて、数字をね。え、じゃあ、10は2の何倍だったら自分どうやってやるかな。え、5だよねって、5ってどうやって出したって10、10÷2 で出してんじゃん。こうやって。ってことは、この順番でね、こっち÷こっちをすると、これが出てくる。じゃあ、同じく、こっち÷こっちでやれば、こうなるから、じゃあ、後とはさっきのね、この順番さえ、間違わなければ答えを導くことができますので、こんな感じでやってください。 いいねまあ、ちょっとここにね説明を置いちゃったけどこれが大事だよ掃除費から体積費の時は3乗ねそれぞれではやってくださいよしじゃあ2番いきましょうこっちっすね問題はでまずちょっと情報がいっぱいあるので書き込んでいきます辺 BC の中点が G ですすここ中中点点を G ととししますまあ、中点なんでちょょっとマーク書いておきましょうで次に辺 OA 上に H を取るんですが OH と GH がイコールになるように取りますこの上に でまあ、こう gh と oh が同じなので、まあ、ちょっとこの辺かな無理やり持ってくるとここ h ですだからこことこの oh と gh が同じになってるで h から線分あ待ってね a と g を結ぶんだわ次ここ結びますとこうねで h から ag に垂線を引きますとこっから シシュシュッと水線でこの部分が「i」ですよと。で今書いたこの短いところ「hi」ここを出しなさいという問題です。っってていいううところだねサっていうでこれまあ解き方アプローチいろいろあるとは思うんですけど一応自分がやった方法紹介していきます。でまずですねこれまあ立体じゃないですか当然ね立体の問題を解いてますと空間図形ね。でも空間図形と平面平面図形で考えた時どっちがやりやすいかって言ったらば 多くの方は平面図形だと思うんですね。自分もそう。ね。じゃあ、平面図形に問題落とし込めるならそっちにしたいわけよ。で、しかも今回出したいのは長さだからさ。じゃあ、平面で考えられないかなって考えた時に、今、このね、いっぱいこう線引いてってやってったんだけど、ちょっとここにこう、引きますね。OG も。引くと、今、三角形、OAG、ここ、青の部分ね。この部分の話しかしてないんだよね、全部。 じゃあそこの平面についてちょっと考えていこうかなと切り替えます話を。2番。でなのでえー、っとどうすかなこっちに出すか。ちょっと平面で考えたいので上がもちろん O ね。でここに A がいて A じゃないんだ A がいて、まあ、G がいますと。でこうやって。 H を持持っってきててききここに水線持ってきた I がいますと今青を取り出しただけにやってることはねでこれでやっていきますいいかなじゃあまず自分がやることはよくね、まあ、こうやってここ出したら分かる情報は書き込みたいわけよ最後にしかも辺の長さ出すからさ辺の長さどっか分かんないかなとか角度どっか同じじゃないかなみたいな考えていくわけでまずこの OG ですねここ出せるでこれは最初に言ったようにこれ静止面体なんですよ静止面体だからこう見るちょ俺の図も汚いけどさ ここ全部正三角形なのね。横、側面っていうのは。で、じゃあこっち側の、えー、今、OBC か。この部分考えると、正三角形になってるで一辺8って分かってるからこうだよね。で、G は中点って分かってるから、まっすぐ下に下ろしてきてる。こうなってる。で、中点だから当然、ここ4になってると。で、正三角形もともと60度なので、ここ、中点持ってきたら、30、60、90の、あの、三角比、三角比じゃない、三角定規のやつだね。 で三平方ででうやつです1対1対ルート3が使うことができるので一番短いところが1斜めの斜辺が2ここが比でいうとルート3ですつまり1対ルート3一応書こうか1対ルート3イコール BG うっそですごめんこっちの順番だから4対 BG だねで中中外外掛け算すると BG イコール4ルート3と分かりますここ4ルート3 BG なぜ B ごめん O だねこれ俺の B がかぶったのかごめん OG だわここねここがってことが分かりますこうやってでそうするとですねこれ AG にも着目すると AG も下の底面の正三角形半分に切ってるから当然同じなんだよねここも43ってことが分かりますで今4と4が2つ出てきたのであこれ二等辺三角形なんだとここ8だからね ももととここは8だから二等辺三角形だからここの角度とここの角度は同じなんだよね二等辺だから。ってことが分かりましたと。じゃあ他に出ねえかなって考えた時にわざわざ今回問題で OH と HG が同じって振ってくれてるわけもう当然使うじゃんそうなったら。で今こことここが同じだからこれ上のねこの OHG っていう三角形は二等辺になってるとここがね。 じゃあ、この角度と、この角度は同じじゃないですか。おやおやと。これは何か使えそうだなのと考えるわけです。で、やっぱり、その二等辺使ってる時もそうだけど、角度が2個一緒って出てくる。今何が言いたいかっていうと、結論から言うとね、大きな三角形と上の HG の三角形、これが相似になってるんです。なぜなら、二組の角度が一緒だから。こことこの角度一緒でしょじゃあ、これを使ってどっかの辺出せないかなって考えます。で、 えっと右側一応もう結札いこうか今ちょっとこのままいけてもいいんだけどちょっと考えやすいように取り出しますねえー、っとこの外の三角形ここと中ね OHG 出しますで辺の対応してるのはこっち G がこっち側に来なきゃいけないから OHG をちょっと向きを変えて同じように書くね O でしょで G がこっちに来るからここに G が来てここに H が来ます今今これね 上の三角形ちょっとフッてこう持ってきた感じ。形が違うのは許して。で、今、分かってる辺のラスないんだけど、OH と HG 一緒だからちょっと出したいんで X って置いとこうか、ここ。で、OG に関しては4ルート3って分かってるから、こうなってると。<laughs> ごめんね。で、これで何がいけるかっていうと、今、えっ、ー、と、X を出したいと。で、下はちょっと分かってないんだけど、上の4ルート3と8。 x とっっててつ揃ってるじゃんか場所がで x1 個だけ分かんないからここで比を使って式を立てる。まあ x 対、まあ、右対左行こうか右対左。x 対左の4ルート3イコール右対左だから4ルート3対8となる。でこれまあ中中外外計算すると 8x。で4ルート3の2乗っていうのはえー、っと間違えたくないね 16×3 だから48。ん <laughs> ダメだよ16えー、っと48だわ危ねえこうだねってことで x イコール6となったつまりここもここも6って分かりましたここが6って分かったからここが2が分かるんだよね8-6だからおやおや近づいてきたぞと考えます で、こっからまたアプローチ、自分が解いた方法とその実際の解放かな、えー、と乗ってたものが違ったんですけどちょっと自分の方を紹介しますね。で、自分はですね、この図形ちょこれも取り出しますこっちにちょごちゃごちゃして申し訳ないねえっ、ー、と、ここをちょっと切っておきましょうこういう感じね。こう取り出しますこの図形って非常に有名でこうやってあるじゃないですかでえっ、ー、と、水線上から引いてくる効能やタイプ で、今、ここが2って分かりました。今、ここね。ha、ここね。で、こっち6って分かりましたと。こうなってる。で、ここ求めたいんだよね。ここ求めたい。って時ってもう出せます、これ。そう、方法があって。で、どうやるかっていうと、自分はここを x って置きます。ちょっと x 使ってるからあれだけど、もう一回 x でもいい。ちょっと x の方が解きやすい。ここを x って置く。そうすると、今、全体が4ルート3。まあ、これが分かってることが条件なんだけど、4ルート3って分かってるので、こっちは、 4√3-x とと置くことができます左側、X、って置いたからねここは、X、です。で何するかっていうとこれ垂線を引いてることによって左側の三角形も右側の三角形も直角三角形になってる当然。ってことは左側の三角形でも右の三角形でも三平方の定量を使うことができます。で一発でつなげちゃって本当はいいんだけどちょっと分かりやすいように一回あの間に挟むかここ Y に置くわじゃあ Y って置いとくね。 そうすると、左の三角形見てください、ここ。三辺方の定理を使うと、本当は、えー、斜辺の2乗、4イコール、x2 乗プラス y2 乗って書くと思うんだけど、ちょっと y2 乗にしたいんで、左側は、y の2乗イコール4、4引く x2 乗となります。y2 乗イコール、これね、ちょっと形変えたわけです。で、次、右です。右。 でこっちも同じで本当は6の2乗36イコール y の2乗足すこれの2乗ってやるんだけど y の2乗イコール斜辺の36引く4ルート3マイナス x の2乗とこうなります。で何やってるかっていうとこれ y2 乗って同じじゃないですかつまりこの左側の y2 乗を間に挟む代入法を使うことによってこれがイコールになるのこれも消しとこうか。 これねきれいに解けるんですよなぜなら x 2乗消えてくれるんで、x、の一次式なんだよねちょっとめんどくさいのはめんどくさいんだけどじゃ解いていきましょうょいろいろ消して申し訳ないちょっといきますねえっ、ー、と左辺は4 x 2乗で変わりません右辺36がいてここですねまず4の2乗が48なので括弧なんかちょっと考えようか。 プラスの2乗これね括弧展開するとただマイナスが前にくっついてるのでマイナス48プラス8ルート 3x マイナス x2 乗,乗,乗がねマイナス同士なんで消えるんですよこうやってでまとめると8ルート 3x イコールえっと16かこうなりますで両辺8ルート3で 割ると、こうなる。で、これまあ切って2ですよね。今、ルート3分の2になってます。当然、下にルートが残ってればまずいので有利化しましょう。上と下にルート3をかけると、こうやってね。ことによって、3分の2ルート3となりました。x は。で、間違っちゃいけないのは今、出したのここだからね。ここだよ。まだ y じゃないからね。求めたいのは hi なんで y だから今。じゃあ、最後にここがね。 え3分の2ルート3って出たのでこの左側のえ三角形使って三平方でし留めましょうという話で最後じゃあ、y、の2乗イコール入ってるんでしょうか入ってましたありがとうございますえと2の2乗4マイナス3分の2ルート3の2乗は3分の2がえ9分の4になるただルート3の2乗で3が発生するので約分できるから3分の4つまりこれ3分の12だから3分の8。 で、これで2乗を外します。y イコールまあ、プラスマイナスね。本当はね。ルート3分のル。ルート8ルート8は 2√2 かで、これをまた有理化するとシュッシュッシュッ有理化すると3分の 2√6 となってこれで終了です。今プラスマイナス本当はねつけるんですけど、長さにマイナスはないの。でもうプラスだけ。つまり答えはこれね。 これで終了となりますまあ、なかなか長いですねほんとね、まあ、今回のポイントちょっと簡単に復習しておきましょう <laughs> 2番に関しては自分がね考えた発想よく立体で使う発想はまず平面に話を落とし込めないかなって考えますもちろんあっち出してこっち出してが必要だったら立体のまま勝負するんですけど長さを求めるときは割とこう平面で勝負できることも多いのでこのまま考えるんじゃなくってこのま,まやるよりもさこうやって考えた方が楽じゃないシンプルだし じゃあ、この目、これで考えていこうと。じゃあ、ここに必要な情報、まず分かってる情報ないかなって考える。で、わざわざ正四面体で設定してくれてるのは、全部が8になって、そうやって中点引いた時とかの長さが出せるんだよね、簡単に。それによって、こう、4、6、三を導いてくる。わざわざ同じ長さが出たってことは、あ、二等辺だから、辺の、あ、角の長さが一緒だなと、定格がね。で、しかも、ここで問題振っておけて、定格も一緒だと。 これはペアができてるから掃除使うだろうってことで掃除を使ったらここの長さが出ましたと。で、出たことによってこの図形に持ってくることができるのでよし、じゃあ勝負して OK みたいな一応流れとなりますのでまあ今聞いてもらってねああ、なるほどって思った方も途中では最初にもね言いましたがぜひ一回動画戻してもらって自分の力で導ける。そこが大事だからね。で、もっとよく言うと今できても2日後3日後には忘れちゃうのが人です。人間です。 なので、そこもしっかり復習してもらって、もしみんなが類似問題が、テストね、入試で出た時に、しっかり対応できるように復習しておいてください。では、今回はこの、えー、っと、ごめん図形シリーズ第26弾やらせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。